だから羽織ってから行きなさいって言ってんじゃん。怒んないでよ。怒ってないよ。怒ってない。怒ってない。終了。さあ始まりました、少量チャンネルの翔太です。今日は何をするかと申しますと、久しぶりのドッキリをしたいと思います。イエーイ。で、今日はですね、どんなドッキリかというと、よくね、YouTube で、彼女の方が、ちょっと、エロいって言葉がいいのかな。エロい下着を着て、ちょっと遊びに行ってくるって言ったら、どういう反応するかっていうのをやってると思うんですけど、それを僕もしてみたいと思います。というのもですね、エロい服なんて持ってないんですけど、まあ、この時期ですし、タンクトップを着て、まあ、彼がどういう反応するかをやっていこうと思います。わー、ワクワク。どうなんだろうね。それではやっていこうと思います。いつ、ゴー。ひょにょ。ポン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 。今日暑いよね。きっと。うん、暑いと思う。暑いよな。天気いいもんね。そうだよな。うん。では暑い。まあいいや。よし、じゃあ行ってきます。どこ行くの？待って、言ったじゃん。そんな格好で行くの？いや、何がじゃなくて、その格好で行くの？そうだよ。やめなよー。今日暑いもん、だって。いや、暑いってなんでそんな格好で行くのねえ。なんか羽織ってきなよ。なんで本当にそれで行くの？そうだよ。なんで恥ずかしくないの？全然恥ずかしくないの？恥ずかしくないよ。恥ずかしいって絶対恥ずかしいって。恥ずかしくないよ、全然。やめなよー。ねえ、翔ちゃん、何よ、うるさいな。なんでそんな裸の大将みたいな格好で行くの？裸の大将じゃないよ。恥ずかしいからやめなさい、ほんとに。裸の大将ねえ。なんで？なんかもう一枚羽織っていけばいいじゃん。え？もう一枚？うん。もう一枚、今日暑いんだよね、結構。いや、恥ずかしいよりいいって。いやいやいや、なんかこんぐらいでいいかなって思ってさ。そんなまだ真夏でもないよ。そうか。うん。え、その前に恥ずかしくないの？何が恥ずかしいと思って生きてんの、あなたは。だって、乳首透けてんよ。だからこうやって隠してたじゃん。だから隠すくらいだったらさ、ちゃんと羽織っていけばいいじゃん。なんで？全然良くない？いや、まあなんかリゾートとかだったらいいかもしれないけどさ。沖縄とかでいるよな。終了。いいやん、いいやん。やめなさい。いいやん、いいやん。プクププ。かわいいけど。はいしょ。やめて。何か。それで行くのはやめて。いや、もう時間ないんだよね。時間ないならもうちょっとパッと羽織って、それで行けばいいじゃん。パッと羽織って。ああ、トイレ行きたいの？あー、行くのしね。いや、やめなって。あー、行きてー。だから羽織ってから行きなさいって言ってんじゃん。怒んないでよ。怒ってない。怒んない。怒ってない。怒んない。怒ってない。隙間から見んな。やだ、これが良かったんだもん。もう一枚羽織ってから行きなさい。なんかあれじゃない、なんか最近さ、うん、筋トレしてるからさ、めっちゃガタいいんだよ。うん、なんかすげえガタいい人に見える。やったの。お腹へこんでる。うん、まあでもなんか筋緩めたらさ、うん、ちょっと目立つよ、多分その格好。いやだ、緩めない。だから羽織っていけば別にいい。いいんだってば、うるさいな。止めないでよ。やめなさいって。もう本当にちょっと、あれあった、これ着てな。ほんとやめな、これ着てって。ほんとやだー、やだー。早くやだよ、早くやだ。あ、抵抗して。やだー。ひょにょ。なんねー、もう恥ずかしいからやめてよ。なんでそんな恥ずかしい格好でいけんの？バカじゃない？ほら、これの方がよっぽどいいじゃん。はい、
親じゃないんだからやめて、そういうの。親じゃないけど恥ずかしいでしょ親だから親って言われる家の中だったらまだしもさ、チェー、はい、じゃあそれでいいよ、いってらっしゃい。チェ、チェジューだわ、こんなん。チェ、チェジューじゃねえし、行ってこいよ、早く。チェ、チェジュー、じゃあね、バイバイ。いってらっしゃい。どうも、うん、忘れ物。何？なんで行かないの？なんで行かないの？なんで行かないの？行けよ。せっかく一人でゆっくりできると思ったのに行かないの。させねえよそんな。やんな。なんでよ。はい、というわけで今回は露出が多い彼女を、じゃないわ。はい、というわけで今回は。露出が多い彼女を、彼女じゃないけどが飲みに行くって言ったらどういう反応するかをやってみました。わー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。だからその格好してたの。そうだよ、座れよ、座って座って座って、あちらでございます。もうねじゃねえんだよじゃじゃーん。というわけでですね、今回はタンクトップを着て家から出ようとしたら、果たして心配性の彼氏はどういう反応するのかやってみた、とやってみました。わーい、わーい。いやもうなんか心配っていうよりかさ、よくそんな格好で外行けるなと思って。本当？うん、結構夏場だと割とリアル。いやなんかさ、ここね、ちょっと乳首すごい透けてんなちょっと見ないで見ないで見ないで終了。心配した？いや心配はしてないよ。心配じゃない、心配はしてないけど、うん、逆、いや別の意味で心配した。おお、大丈夫かな翔ちゃんみたいな。あ、ほんと？だってこれでさ、うん、この格好でさ、うん、よく外に出れるな。いやもう出れるっちゃ出れる出れるっちゃ出れるけど、そう、うん、だってこれで飲み会にね友達が登場したらちょっと引くよえ、そうかな、うん、割と俺の夏場はこんな感じだけどそう、なんか田舎だからでしょ田舎だからはい、というわけで今回は心配、あ、そう、心配、やっぱ心配したか。心配した。もうじゃあ告知行こうよ。うん、というわけで今回はですね、こんな感じで、はい、終わりましたけど、はいもう本当にやめなさい、はい、その格好だったんですけど、ごめんなさい謝らないか。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。家の中だったらいいけどね。やだねーだ。ピッピッピー